ジョン・フィリップ・クロムウェルは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は大佐。名誉勲章受賞者。第二次世界大戦に活躍したアメリカ潜水艦に潜水隊司令として関わった将校の一人であり、潜水艦、スカルピンに上官中に、日本海軍駆逐艦の攻撃を受け、生存者と軍事機密を守るために沈む、スカルピンと運命を共にした。 グロウラー艦長として戦死したハワード・ W ・ギルモア1926年組に似た自己犠牲の精神が評価され、ギルモアと同様に名誉勲章が追贈された。ジョン・フィリップ・クロムウェルは1901年9月11日、イリノイ州ヘンリーで生まれる。1920年にアナポリスに入学し、1924年に卒業。卒業年次から、 アナポリス1924年組と呼称された、この世代の同期には、太平洋艦隊情報主任参謀を務めた、エドウィン・レートン、同じく情報戦に関わったトミー・ダイアーラがいる。卒業後は、戦艦、メリーランド配属を経て1926年に潜水艦を志願し、1927年から1929年の間は、潜水艦 S-24 乗組となる。 続く3年の間、クロムウェルは潜水艦用ディーゼル機関に関する技術習得に励んだ。大尉に昇進したクロムウェルは1936年から1937年の間は潜水艦 S-20 艦長を務め、第4潜水隊司令付けスタッフにも就く。1939年に少佐に昇進すると、 ワシントン DC の機関局と艦船局に2年間赴任し、1941年5月からは、太平洋艦隊潜水部隊の機関参謀を務めた。1942年から1943年にかけて、クロムウェルは、第203潜水隊、第44潜水隊及び、第43潜水隊司令を歴任し、機関をスカルピンに指定していた。 大佐に昇進後、クロムウェルは、ウルフパックの指揮を取るため、引き続き、スカルピンに座上して出撃することとなったが、これはクロムウェルが経験する最初の戦闘紹介でも、あった。出撃の数日前、クロムウェルは、友人でもあった、太平洋艦隊情報参謀、ウィリフレット・ J ・ホルムズ少佐の妻イザベルと一緒に、自分の妻マーガレットと二人の子供に送る。 クリスマスプレゼントの買い出しに出かけ、プレゼントを購入したクロムウェルはイザベルにプレゼントをクリスマスの前日に郵送するよう頼んだ。11月5日、スカルピンは新任艦長のフレッド・コナウェイ中佐式のもと9回目の紹介でシーレイブン、スピアフィッシュ、アポゴンと共にトラック諸島近海に向かう。オリシも、ギルバート諸島攻略のガルバニック作戦が 発動されており、クロムウェルは上級将校という立場上、ガルバニック作戦の計画内容やウルトラ情報に、基づく最高機密情報のすべてを知り尽くしていた。1943年11月19日、スカルピンはトラック諸島近海で、日本船団を発見して、攻撃を行ったが反撃を受け、浮上を余儀なくされた、スカルピンは、浮上放線の後放棄され、 生き残った乗組員は、ガンから脱出した。しかし、ガルバニック作戦に関する機密を知り尽くしていた、クロムウェルは、情報を、日本側に知られることを防ぐため意図的に、スカルピンに残り、ガンと共に沈んでいった。情報を敵に脱出されることを、潔しとせずに自らを犠牲にした英雄的行為が、評価され、戦死後に名誉勲章が追贈されることとなった。 11月16日、スカルピンの担当海域に日本船団が通過するという情報を傍受した太平洋艦隊無線班は作戦権情報担当参謀リチャード・ジー・ボー大佐を介してスカルピンに船団を迎撃するよう指令を発した。情報からはその船団は重要なものと思われる兆候が見られた。無線班は11月19日に 日本商船が攻撃を受けたという情報と日本海軍駆逐艦が潜水艦を撃沈したという無電を傍受したが、大して気にも留めていなかった。しかし、この二つの情報を傍受の後、スカルピンの動静は落とさたなしとなり、11月29日にスカルピンに対してウルフパックの解散とエニュエトク干渉の偵察を命じたが状況は変わらず、 ここで、スカルピンが失われたことに気づいた。11月18日夜、スカルピンは、大規模高速船団をレーダーで探知し、これが、無線班の言う日本船団と判断して、追撃を開始したが、その船団の実態は、日本本土へ帰る、軽巡洋艦、鹿島と潜水母艦、長芸、その護衛の駆逐艦、若月と、三雲であり、翌11月19日明け方に、 三雲ンンは、浮上航行中の、スカルピンを発見して、接近を開始した。スカルピンは、先行を余儀なくされたが、間もなく、スカルピンに追いついた、三雲ンンが猛烈な爆雷攻撃を、幾度も行い、スカルピンは一度のみ浮上した他は、先行を強いられ、爆雷攻撃による漏水はおびただしく、ソナーも破壊された。コナウェイは、生存のチャンスを得るために意を決して浮上した。 スカルピンは、三雲の右前前方に浮上し、これを見た、三雲は十二点七センチ砲と二十五ミリ機銃による攻撃を開始する。浮上した、スカルピンは、戦謀鏡が折れ曲がる悲惨な状況であったが、それでもコナウェイは、砲線の配置を例して、三雲に挑戦した。しかし、三雲からの初段が、スカルピンの環境に命中して、コナウェイ以下、スカルピンの幹部が戦死し、 いても、砲弾の破片で切り裂かれて戦死した。スカルピンの生存者で最先人の注意が戦死したコナウェイに代わって、艦の放棄と自陳を礼し、乗組員は脱出を開始した。戦闘の最中、クロムウェルは一つの決断を秘めていた。ウルトラ情報とガルバニック作戦に関する、あらゆる情報を持ち合わせていたクロムウェルは、艦を捨てて、日本軍の捕虜になったら、最後、 薬物や拷問攻めの尋問の末に、機密情報を供述する可能性に感づいた。機密情報が敵に知られたら味方の作戦遂行に多大な支障が出ることが明らかであったため、クロムウェルは捕虜になることを拒否し、C.G. スミスジュニア小委以下11名の乗組員と共にスカルピンを去ることなく、艦と運命を共にした。スカルピンの生存者はトラック島の日本軍基地で、 約10日間の尋問を受け、救助した駆逐艦の名前を横浜と教えられた。その後2隻の空母、沖鷹と運用に分譲して日本本土へ連行された。しかし、沖鷹に上艦した20名は12月2日に、セールフィッシュの来撃で沖鷹が沈没した際に19名が死亡し、残る1名は通過する日本軍駆逐艦の戦隊は死後を掴んで救助された。 運用に上官した21名の乗組員は12月5日に日本に到着、大船収容所や東京不良収容所に収容。さらなる尋問の後、終戦まで足尾銅山で刺激された。このような体験をしたスカルピン生存者の一人が、クロムウェルの自己犠牲の行為について、太平洋艦隊潜水部隊司令官、チャールズ・ A ・イ・ロックウッド中将に報告し、 ロックウッドはクロムウェルに対する名誉勲章の死後、追蔵を申請して受理され、名誉勲章はマーガレット未亡人に授与された。スカルピンが喪失したことを知っていたホルムズは、上述のような行為があったことも当時は知らずに、クロムウェルは戦死したものと判断していた。そのような事情から、妻のイザベルがクロムウェルの約束通りにクリスマスプレゼントを郵送するのを見ていて心を痛めた。 スカルピンの喪失が宣告されたのは1943年12月30日のことであり、この日までマーガレット・インカ、クロムウェルの家族がクロムウェルの選手を知ることはなかった。名誉勲章勘定アメリカ合衆国大統領は議会の名において1943年11月19日にトラック諸島近海における潜水軍司令として スカルピンの9回目の紹介に同乗した司令ン・フィリップ・クロムウェル大佐が示した、際立った勇敢さと義務をも超越した勇気に対して、名誉勲章を追贈する。クロムウェル大佐は、太平洋戦域において、潜水任務軍の大規模な紹介計画を立案し、また味方の潜水艦戦略と、先日、察知した日本艦隊の動きや、 特定の攻撃計画に関する軍事機密情報を保有していた。潜水軍は絶えず、彼からの秘密の指令に基づいて正確な警戒を実施。彼は敵側の妨害を排除して容赦なく、潜水軍を前方に進出させ、ついに日本軍の画上たるトラック諸島に対する潜水艦の紹介ラインを確立した。やがて日本側の爆雷攻撃に見舞われ、 スカルピンは甚大な戦闘被害を受けて深く沈むこととなった。彼はスカルピンを浮上させて敵に砲船を挑んで敵を引き付けさせ、その間に乗組員に艦を放棄して脱出させる機会を作った。彼は自らが生き残った場合、日本軍の薬物を使用した拷問により機密情報を告白させられるリスクを勘案し、その危険性を回避するため自らを犠牲にして、 情報を守ることを決意して深く傷ついた艦に残って艦と運命を共にした。彼は国と海軍への義務の遂行と献身への深い思いから我が身を犠牲にしてまで機密情報を守り通した。死を目前にした時の彼の偉大で豪直な勇気はアメリカ海軍の任務の伝統に新たな輝きを追加した。彼はその勇敢な行為を持って我が身を捧げて 国に忠誠を尽くした。1954年に収益した D-095A 駆逐艦、クロムウェルはクロムウェルを称えて命名され、コネチカット州クロトンにある潜水艦学習施設の建物は、同じくクロムウェルを記念して、クロムウェルホールと名付けられている。日本の海軍兵学校の卒業年次に、換算すると、高松宮信人親王源田実。 淵田たみらを排出した52機に相当する。ありがとうございます。